ゲームを売り込む際、実際にゲームが動いているところを確認できるムービーはとても大事だと思います。いわゆる反則ムービーで、興味どんなゲームにもあろうかと思います。このムービーがないゲームはよほどのことがない限りは買いません、論外。だからムービーを作ることは必須だと考えて良いでしょう。だけどオープニングムービーやキャラクター説明などがずっと流れて、なかなかゲーム画面のプレビューに入ってくれない場合があるのですよ。場合によっては、例えば Steam などのトップにあるムービーにゲーム画面が一切入っていないこともあるぐらい。これはやめましょう。そして早い段階でゲーム画面を入れましょう。注目されるシリーズ作や著名な制作者の作品などはティザーのような見せ方も容認できるところはありますが、そうでないな、特に第一作なら、さらにインディー系の場合、すぐにゲーム見せた方が良いです。反則ムービーの最初にロゴやイントロダクションが長い作品がありすぎて、私はムービーの最初を飛ばす癖ができてしまいそうになったぐらい。ゲームがどうであるかを知るためのものなのだから、肝心のゲームがどうであるのかをすぐに見たい。お話や世界設定がどうなのかということを知るのはその後でいいです。映像作りをどんなに頑張っても映画などには及ばないので、製品の訴求点をパッと見せるべきでしょう。ただ対策以外にも例外があります。ゲームシステムをうまく取り入れたものだったり、処理負荷などに偽りがないテックデモなどならデモからやるのはありかも。いずれにせよ本筋はどこかというところが焦点になりそうですが、以前話したこともありますが、プレゼンはスピードです。すぐに分かってもらうため、迅速に本筋を見せた方が得だと思いますので、振り返ってもらえればと思います。